今日は BMW モトラッドの S1000R の試乗レビューをお送りします。乗っている車両のグレードはプレミアムラインの M パッケージということで、スタンダードモデルに加えて様々な豪華オプション装備が追加された車両となっています。このモデル乗り始めて、これまで乗ってきた直四とはまるで印象が違うなと感じました。それでは外観を眺めながらこのモデルの概要を確認していきたいと思います。エンジンの外観はこのようになっています。形式としては油冷と水冷を併用した4ストローク4バルブ DOHC 並列4気筒エンジンとなっています。ボアストロークは 80mm×49.7mm、 排気量は 999cc、 最高出力は165馬力11000回転、最大トルクは 114Nm9250 回転となっています。エンジン反対側の外観はこのようになっています。もともと S1000RR 用でフルカウルに包まれていることを前提としているので、エンジンの外観はちょっと素っ気ない印象ですが、これがかえって迫力を醸し出す要因となっているのではないかと思います。またペダルのところを見ていただくと分かる通り、アップダウン両対応のクイックシフターが標準装備されるとともに、このシフトペダルのところ、シフトパターンを簡単に変更できるような工夫が凝らされています。フレーム形状はこのような外観となっています。直線的にステアリングシャフトとスイングアームピボットを結ぶのではなく、湾曲した形状が与えられています。またエンジンを積極的に剛性メンバーとして使用する構成となっています。フレーム反対側の外観はこのようになっています。この角度から見ると、このフレームがライダーのニーグリップ周りのスリム化に貢献していることがわかるのではないかと思います。そしてシートレール、サブフレームはこのようにトレリス形状となっています。フロントサスペンション、フロントフォークの形状はこのようになっています。今回試乗した車両はプレミアムラインベースの M パッケージということで、前後ともに電子制御サスペンションとなっています。リアのショックアブソーバーはこのような外観となっています。こちらもフロントと合わせて丸ぞっき製となっています。そしてリアのスイングアームはこのような形状となっています。こちら側から見るとあまり長さがわからないと思いますが、このように反対側に回ってみるとスイングアームのピボットから末端までかなり長さが取られているということがわかるのではないでしょうか。またこの角度から見るとスイングアームは剛性を確保しつつも、厚さとしては結構薄いなという印象で、この辺りでおそらく扱いやすさを演出しているのではないかと思います。フロントブレーキの形状はこのようになっています。台形のディスクを持つダブルディスクブレーキとなっていて、前後連動したコンピューター制御のブレーキとなっています。また ABS も標準装備となっています。リアブレーキの形状はこのようになっています。ブレンボ製のシングルポット片押し式のキャリパーを持つディスクブレーキとなっています。リアタイヤのサイズは 19055ZR17、 フロントタイヤのサイズは 12070ZR17 となっています。そしてアクラポピッチ製のサイレンサーの外観はこのようになっています。少し回り込んでみると開口部がかなり大きいということがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい、メーターパネルはこのように大型の TFT のカラー液晶となっています。レッドゾーンは今1万回転からとなっていますが、この赤い領域に関してはエンジンの温度、水温などに伴って徐々に上がってくるという形式になっています。冷感時はだいたい5000回転から6000回転の間にこのレッドゾーンが設けられているようです。またこのようにスマートフォンとの連携が図られているわけですが、残念ながら日本ではナビや地図の表示などは対応していないようです。このあたりは唯一残念なポイントだと思います。
そしてハンドル周り操作系に関しては近年の BMW のものと同様となっています。ご覧の通り走行モードやグリップヒーターのスイッチ、そしてこのモデルは電子制御サスペンションなので、サスペンションのプリロードの調整などは独立したスイッチが設けられており、このあたりの操作性の良さはさすが BMW だなと思います。また BMW というとこのようにホイール式のジョグダイヤルを使って深い階層のメニューを瞬時に操作できるようになっています。またこのモデルはプレミアムラインベースということで、このようにクルーズコントロールのスイッチも設けられています。今回試乗した個体は M パッケージということで専用のシートが装着されています。タンデムシートを開けるとこのようにわずかながらのスペースがあり、そこに ETC2.0 の車載機が収められています。そしてブレーキ、クラッチ側にも角度調節のレバーがあり、このあたりは手抜き感がなくとても良いなと思います。今私はですね、先ほど1速上げて6速トップギアで巡航していますが、まずはこの状態で右手を開け閉めしてみたいと思います。走行モードは4種類搭載されているうちのロードという最も標準的なモードですね。はい、エンジン回転数は4000回転ぐらい。この状態で開け閉めしても、エンジンはね、結構うまく消音されているなという感じなんですが、ここからちょっとギアを落としていきたいと思います。はい、今アップダウン両対応のクイックシフターで4速まで落としました。はい、4速でも結構静かですね。はい、これ2速、回転数は7000回転、そして8000回転、これぐらいになると結構高音域というよりは中音域メインの音質であるように感じますが、直音らしい連続的な排気音が聞こえてきて本当にこう気持ちがいいというか、何か乗っていても爽やかな感じがしますね。余裕があるんでね、必要はないですけども1速入れてみましょうか。はい、これ1速ですね。これ1万回転の音です。いい音ですね。はい、それではまた元に戻していきます。この辺りはね、最近では排気デバイスとかサウンドチューニングが進んでいるので、静かにもね、こうエキサイティングにも走れるといった感じでしょうか。先ほどこのモデルは本当にすごいとコメントしましたが、何がすごいのかというと、まずこれまで私が経験してきた直列4気筒エンジンとはまるでフィーリングが違います。どういうことなのかというと、とにかく軽く回る。こんなに羽のように軽く回っていいのだろうかというぐらい、このエンジンは全くロスなく回るというような、そういった印象なんですよね。これまで私は直列4気筒エンジンに関しては結構メーカーごとの味を出しにくいと、再三にわたってコメントしてきましたが、ここまでエンジンの回転フィーリングが軽いと、もうこれはもはや BMW の直列4気筒エンジンの一つの味だなと感じられるぐらいです。で、確かこのモデルはですね、 S1000RR と比較すると大幅にストリート向けにリチューンされていて、最高出力は165馬力、最大トルクは114ニュートンメーターだったと思いますが、ただこうして乗っているとそんなことは全く関係ないと言えるぐらい、爽快なかつですね、刺激的なエンジンになっていると思います。また先ほど大幅にと言いましたが、 S1000RR のエンジンは確かピークパワーで200馬力を超えて207馬力とか、それぐらい出ていたと思いますが、その分をね、大幅に出力をカットして165馬力までリチューンしているということは、その分がですね、意図としては低中速寄りに振り向けられているわけで、こうして乗っているとその扱いやすさとか、そして実際に回した時はそんなピークパワーが大幅に減っているなんてことは全く関係ないと言わんばかりの
まあ、スポーティーな味わいで、まあ、この辺りの、ね、エンジン作りのうまさに関しては本当に BMW はすごいなと言わざるを得ないと思います。メカニカルロスが本当に少ないんだろうなというのが乗り手にも伝わってくるような、そんなフィーリング で走り始めると、そのギアがですね、噛み合っているかすかな感触ですらなくなってしまって、まあ、ひたすらですね、このように出力だけが後輪に向けて取り出されているといった感じで、まあこのエンジンはね、本当にすごいですね。先ほども言った通り、もうもはやこれはもう BMW の直四エンジンの味だと言っても過言ではないと思います。またエンジンに関連する部分では、これがまたすごいところなんですけれども、この電子制御スロットルの作り込みが本当に素晴らしいなと思います。で、今私はロードというモードで走っていて、まあ、これは標準的なモードで、このエンジンのキャラクターを考えれば、そのいたずらに退屈なモードではなく、そこそこ元気のいいモードだと思いますが、まあ、例えばですね、このスロットルを完全に離した状態からこうパカッと開けたとしても、本当にこうふわーっと立ち上がってくるんですよね。なので、こうなんていうか、こうドンつきみたいな嫌な感触というのが全くない。通常どんなバイクでも、そのチェーンの張り直しも合わせてですね、こうちょっとしたこうトンというショックを感じるものなんですけども、このモデルに関してはそういった部分がほとんどなくて、いや、これはね、チェーン駆動であることは間違いないんですけども、こういったチューニングは一体どうすればこんなことができるんだろうかというぐらい、まあ、そのあたりの、ね、作り込みも素晴らしいなと思います。また先ほど言ったエンジンのフィーリングなので、まあ、こういったね、かなりパワーカーブとかそういったものも作り込まれているんだと思いますが、電子制御スロットルとの組み合わせによってですね、こうエンジンをというかですね、このスロットルをワイドオープンすることに関して、まあ、なんていうか躊躇がないというか、そういった感じなんですよね。それではですね、ちょっと走行モードを切り替えてみたいと思います。このモードはですね、今ロードですけれども、あとダイナミック、ダイナミックプロ、そしてレインと、まあ、4種類ですね、走行モードを搭載しているわけですが、まあ、それではですね、1段上げてというかね、1段変更してダイナミックというモードを試してみたいと思います。はい、今ダイナミックに変更しました。6速トップギアの状態ではそんなにフィーリングは変わらないかなという感じですね。もしかしたら回した時に分かるのかもしれません。じゃあちょっとですね、意図的に、そうですね、2速はやりすぎですが、3速にしましょうか。じゃあ3速で先ほどのロードに戻しまして、はい、でダイナミック、あ、でもやっぱりそんなに高速道路で使うぐらいの回転域はそんなに変わらないかなという感じがしますね。それでは引き続きダイナミックからダイナミックプロ、これはですね、各種電子制御の介入度がかなり下がるモードなんですけれども、そうですね、まあ、やはりね、先ほども言った通り、この電子制御スロットルの作り込みが素晴らしいせいか、扱いやすすぎてあまりこう変化率が感じ取れないというような感じですね。もしかしたらさらに回せば違いが出てくるのかもしれませんが、いずれにしてもちょっとですね、私にはあまり大きな違いは感じ取れないですね。はい、じゃあ次レイン、はい、まあ、レインはさすがにね、こう少しこう前に出る力が、まあ、抜いてあるというか、そういったフィーリングが感じ取れますけれども、それ以上のモードに関してはちょっと一般道ではもしかしたらね、あまり違いが感じられないのかもしれないですね。まあ、それぐらいね、このモデルはどのモードにおいても本当に扱いやすい。で、このモデルはですね、最近の他のモデルと同様に走行モードを変更するとエンジンのキャラクターやスロットルレスポンス以外に、まあ、例えばですね、トラクションコントロールや、あとこのモデルはエンジンブレーキも制御していたと思います。そして ABS の連動具合、
そしてさらには電子制御サスペンションのチューニング、ダンパーセッティングなども変わるということで、まあ、このあたりはね、いかにも最新鋭のモデルらしいところだなと思います。まあ、いずれにしてもこのエンジンの回りっぷりの良さ、そして扱いやすさ、そして回せばとんでもない速度が出ると思いますけども速さ、まあ、そういった部分に関してはもう文句のつけようもないといったエンジンだと思います。そして回した時には結構このハンドルバーというかグリップを介してエンジンの細かい振動がもろにライダーに伝わってくる感触ではありますね。まあ、例えばこう2速とかでこう回し続けてずっと乗っているとどうなんだろう、まあ、人によってはちょっと長時間のライディングの後では手がしびれるといったようなことがあるかもしれません。エンジンも強度メンバーとして利用するフレーム形式となっていて、この車体周りというのは本当に強固にできているんだろうなとは思うんですが、ただそんなにカチカチな感じでもないんですよね。でスイングアームをですね、さらに上から見てみると結構厚みとしては薄く作られているようなところがあって、まあ、これはあくまでも私の素人なりの推測ですけれども、どちらかというとこの長いスイングアームの中でこう少しねこうしなるようなポイントを設けて扱いやすさを演出しているのかなという感じです。フレームとしては一般的なこの最近のねモデルとは違っていて、こうエンジンの周りをこう湾曲しながらそのシリンダーの両サイドを取り囲むようなフレーム形式となっていて、しかもですね部材を結構低い位置に配置しようとする意図が感じられて、まあ、そのあたりでね少しこう重心の位置とかを調整することによって車体の扱いやすさ軽さなどを演出しているのかなといった印象です。あと車体に関してもう一つ言うと、このモデルは S1000RR のカウルを剥ぎ取ってストリートファイターに仕上げたモデルということで、乗ってると車体がね本当に小さいんですよね。ビクタークラスのスポーツバイク、まあ、昨今では本当に小さくなってきていますが、まあ、そんな中でもこのモデルは見た目もそうなんですけども乗った印象としては本当に小さい、ミドルクラスと言われても私は疑わないんじゃないかというぐらいコンパクトな車体になっています。このあたりはねちょっとニーグリップしているその膝周りの感触からも来ていて、もしかしたらですけども先ほどのそのフレームの部材の取り回し、そういったものもこのコンパクトな印象に一役買っているのかもしれません。このモデルはそのエンジンの吹き上がりが軽いだけではなくて、乗っている時のこの車体の印象も本当に軽いんですよね。こうやって車線変更してみると本当によく動く、そしてスパッとこうライダーが見た方向にというか、もうライダーが見た方向にはもうすでに入っているというような感じ、そのなんていうか車体の下側がよく動くというか、前後タイヤが本当に右へ左へとよく動く、シャープに動くといった感じなんですよね。これは悪い意味ではなくて、こうしてね本当に車線変更するとあまりに軽く動くんで、スクーターかよと言いたくなるようなそんな感じなんですよね。素晴らしい。まあ、もちろんねバイクの用途によってはこういうフィーリングがちょっと苦手という人もいるかもしれませんが、このモデルが狙っている世界、このモデルが目指しているその目標というのを考慮して評価するのであれば、本当にこのモデルはねすごいとしか言いようがないです。あと前後の足回りに関しては、まあ、電子制御サスペンションを搭載しているということで、まあ、おそらくですねセッティング、ダンパーのセッティングは細かくいじれるんだとは思いますが、今私は標準状態で乗っていて、まあ、そうですねそれほどいたずらに柔らかいわけではないですけども、乗り心地もね悪くないんですよね。ここはいつも路面のギャップについてコメントするエリアですけれども、こういったところを走っていても前後のサスペンション、そしてタイヤはもう舐めるように、それこそ猫の足のように路面をトレースしているという感じで、まあ、これに関してもね全く文句のつけようがないといった感じです。またこれはあくまでも私の見た目の印象ですが、リアサスペンションのショックアブソーバーは、まあ、当然のことながらスプリングが露出しているわけですけれども、スプリングのその線の径もちょっと細いように見えるんですよね。またそのスプリングの巻いてあるピッチもかなり間隔が空いていて、どちらかというとしなやか方向に振ってあるサスペンションなんだろうなと思いますが、
まあ、その割にはですね、こうして乗っている時のその乗り心地の良さはもちろんのこと、踏ん張り感というか腰もありますし、まあ、このあたりはね、おそらく電子制御サスペンションのその連続的に変化していくそのダンパーの制御によってこういった乗り心地を生み出しているのではないかと思います。直進している時の安定性も申し分なしといった印象で、まあ、このモデルはね、スーパースポーツと違ってどちらかというとツーリングに連れ出されることも多いようなモデルだと思いますが、まあ、ツーリングでね、このように高速道路を巡行していてこう景色を楽しみながら走るといったことも全く問題なくできてしまう、まあ、おそらくね、これは優れた車体設計と前後サスペンション、そしてタイヤがもたらしているのだとは思いますが、まあ、いずれにしてもですね、スーパースポーツと違ってさまざまな用途に使われるこの手のモデルとしては本当に車体関係もよくできていると思います。その他ですね、このモデルは全てコメントしているといくら時間があっても足りないというぐらい豪華な装備が搭載されていて、主だったところでは、まあ、グリップヒーターも BMW らしく標準装備、そのグリップヒーターのスイッチがですね、独立して設けられているのも好感が持てますし、あとサスペンションのフリーロードですかね、フリーロードに関しては走行中であってもこのように変更できるということで、こういった部分もね、本当によく考えられているなと思います。メニューを見てみるとこのようにですね、まあ、例えばスマートフォンとの連携、電話をかけたりとか、あと音楽をかけたりとか、日本ではちょっとこれがまだ対応しきれてないというようなことを聞きましたが、まあ、ナビゲーションをここにおそらくですね、表示することもできるのかな、その他ですね、各種、インフォメーションであったりとか、さまざまなことがスマートフォンを含む連携を含めできるということで、まあ、このあたりもね、最近のモデルらしいなと思います。私はスマートキーシステムはあんまり好みじゃないですけれども、まあ、便利といえば便利だなと思いますし、スマートキーシステムの方が好みだというライダーも多いのではないかと思います。あとライディングポジションに関してはですね、これもね、またよくできてる、本当にこのモデルに関してはよくできてるということが多いんですが、まあ、高速道路をね、もう結構な距離走ってきましたけど、まず疲れが少ない、ライダーの前傾度は、まあ、あるにはありますけれども、それほど深くなくて、どれぐらいですかね、まあ、背骨の角度でいうと5度ぐらい、5度以内かな、まあ、結構ね、私の体格だとアップライトなんですよね。このグリップの位置はそれほど高い位置についているわけではないんですけれども、上半身の前傾度がそれほど深くはないので疲労度も少なく、あと足元に関しては今ステップから真上に足を上に持ち上げていますけれども、どれぐらいですかね、5センチ以上は上がりますかね。そんなにルーズな足元のポジションではないんですけれども、結構このステップの前後位置がいいのか余裕も感じられて、これまた疲労度が少ない、ここまで走ってきても全く疲労が感じられないぐらいなので、まあ、そこそこのロングツーリングにも十分対応するライディングポジションといった感じです。また先ほど言った、ね、フレームの部材の取り回しの良さが影響しているんだと思いますが、足つき性も私は悪くないのではないかと思います。まあ、いずれにしても、ね、高速道路を走る限りこのモデルに関しては、まあ、ウィンドプロテクションはもちろんありませんけれども、ちょっとね、文句のつけようがないというぐらいいいんですよね。それでは BMW モトラッドの S1000R でいつもの峠道を走ってみたいと思います。この峠道に到達する道すがらちょっと驚いたことがあってやってみますが、今6速トップギアでもう30キロ台、この状態で今ですね、エンジンの回転数はもうタコメーターの表示が正確かどうか分かりませんが、2000回転くらいで、トップギアですよ、エンジン全くギクシャクすることがないんですよね。こういったですね、まあ、あらゆる回転域がちゃんと使える、しかもゴリゴリの低回転域まで全くギクシャクすることがないというのは本当にこのエンジンはすごいなと思います。